入学させていただいてちょっとアドバイスしていただいたら、うんうん、2ヶ月で243リストがありました。今挙げてるプレゼントって内容は全く一緒なんですけれども、タイトルを変えただけで急に反応がやっぱり良くなりました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、入学50日で伊藤さんが345万円の売り上げを上げたインスタ集客攻略法というテーマでですね、お届けをしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前は伊藤由美さんですね。はい。今の業種を教えていただけますでしょうか。 SNS とパソコンが苦手な女性起業家さん向けに、うん、オンライン講座を作って楽しく売上を上げるコンサルをしております、うん、オンライン講座作成および集客のコンサルをされていらっしゃると。はい。弊社の、ね、入学のきっかけと聞いていきたいと思うんですけど、今、ね、SNS のスクールすごいたくさんある中でなぜうちを選んでいただけたのかっていうところ。北野先生のことはずっと私 YouTube とかを見まくっていて確かにライブとかでもコメントをちょこちょこ、そうです、ライブとかも見させていただいたりとか、あと本も買わせていただいてます、うんうん、インスタ集客を学ぶんだったら北野先生だなっていうふうに決めていて、自分でもインスタ集客って今までやってたんですけれども、自己流だったのでうまく LINE に登録するっていうところまで持っていけてなかったので、やっぱりインスタ集客をちゃんと学ばなきゃいけないなと思って、うん、北野先生のところに行くって決めてセミナーに参加しました。そうだったんですね、はい、ありがとうございます、はい、入学前の状況っていうところをざっくり聞いていきたいと思うんですが、はい、入学前ってインスタグラムもやられていたということですが、リストってどれぐらいですか、はい、全然取れなかった。インスタは8ヶ月で149リストしか取れてない、ね、8ヶ月で149って1ヶ月間で言ったら本当にもう20人も取れてないみたいな。そうですね、18リストぐらいですね、1ヶ月で。それじゃあちょっとまずいと思ったので、うん、入学させていただいてちょっとアドバイスしていただいたら、うんうんうん、すぐもう取れるようになって、2ヶ月で243リストがありました。今度こ取ってるのでまだ2ヶ月ギリ経ってないぐらいなんですが、入学されてから243リスト、はい、LINE にインスタから集客成功と。素晴らしいですね、はい、売上ベース面でいうとどれぐらいになりましたか、入学されてから。入学してから345万、はい、伊藤さんもねある程度高単価のサービスをね販売されていらっしゃるという感じだと思うんですけど、はい、それでこれぐらいの売上を上がってね200人、だから月100人ぐらいのペースでね集客も成功しているということなんですが、はい、その秘訣ってところもね今日いろいろ画面共有させていただきながら、今こちら伊藤さんのね、はい、インスタグラムのアカウント表示してるんですが、今4061フォロワーというところで、もともと伊藤さんが弊社の学科入られる前の投稿と今の投稿っていうところを比べたときに、はい、こちらが入られる前の投稿っていうところで、入られる前もね列ごとに統一感を持たれてたりとかされていると思うんですけど、入学されてからね検索とかも受けながらというところでデザインが結構変わってきたと思うんですよね、こういう感じで。そうですね、はい、リストがこの段階が取れるようになってきたってことなんですが、伊藤さんが今、はい、投稿で気をつけてるポイントとかってありますか。1枚目に入れるタイトルですね、そこにすごく気をつけています、うんうん、例えば女性起業家のための売れる人と売れない人のたった一つの違いとか、はい、確かに女性起業家のってターゲットコールがちゃんと入っていたり、12のチェックポイントとか集客できない人の特徴3つとかですね、ちゃんとターゲットに刺さるようなキーワードを入れているから、パッとそれがおすすめに出てきた時にも、はい、あこれ自分のこと言ってるんだっていうね、ターゲットコールがやっぱちゃんとできてますよね。それも北野先生のところで入って学んですぐ取り入れてやりました。あとねプロフィール文章とかもね一部手こ入れさせていた部分はあるんですが、リスト取れるかどうかってこのプロフィールのプレゼント文章って結構重要だと思うんですよね。ここに関しては日本一優しい SNS 集客高価でもサクッと売れるオリジナル講座の作り方マニュアル、104分相当の動画っていう風にされているんですけども、このタイトルとかもどういう風に意識して作られたとかありますか。これは北野先生と最初にコンサルしていただいた時に相談して決めたの、そのまま使わせてもらってます。今度は見てくださってる方でもね、プレゼントボリュームがねやっぱり多ければ多いほど他社とやっぱり差別化を図ることができるので、本当にお金払ってでも受け取りたいなと思われる魅力的なプレゼントと、あとはストーリーもね見ていこうと思うんですが、どういう内容そもそも挙げてますか。ストーリーではノウハウが多いですかね。あと最近ちょっと流行りの TikTok 風のリールを最近はチャレンジしてます。あショート動画をアップされているってことですね。はい。具体的にちょっと見ていくと、例えばこういうやつですよね、指差し動画っていうやつですかね、はいはい、指差し動画とか吹き出しで文字がパッパッパッと出てくるような動画とかをリールでも上げられていて、はい、そのリールでアップしたものをストーリーでもちゃんとアップしていくと。どうですかリールやってみて。最初は TikTok 風は実はちょっと抵抗あったんですけれどもやってみたら意外に楽しく最近はできるようになってきて、慣れると結構時間かからずできるので、画像をたくさん作るよりリールの方が手軽にできるなっていう風に最近は思ってます。編集とか見るとは1時間ぐらいかかるんじゃないのとかね思われる方いると思うんですけど、どれぐらいですか編集の時間。いや調子いい時は5分ぐらいで。あ5分ぐらいです。長さも本当に5秒10秒ぐらいですからね。またリストの話に戻るんですけど、 LINE アットにインスタから2ヶ月で240人集客って結構えげつない数字だと思うんですけども、何が一番決め手だったと思いますか。プレゼントのタイトルですかね。プレゼントタイトル、これがもう9割ですと。実は
さんもともとあげていたプレゼントと今あげてるプレゼントって内容は全く一緒なんですけれども、うん、タイトルを変えただけで急に反応がやっぱり良くなりました、うんうんうん、内容は一緒なのにタイトルをちょっと改善するだけですごい集客できるっていうね、はい、これは皆さんもね結構目から鱗だと思うんですけど、皆さん見直してみてほしいなと思いますね。あとは実際その LINE の配信とかね、皆さんも気になるところだと思うんですけど、実際どういう風な配信を結構意識されているのかなってところもね聞いていきたいと思うんですが、これも教わった通り価値観を自分の思うことを配信したりとか、うん、危機感を増幅するような配信をしたりとか、うんうんうん、そういう配信をしています、うん、価値観でいうと例えばポイ捨てするやつは許せないとか、例えばビジネスに対してこういう風なコンサルタントは私は許せないと思うとか、危機感の増幅っていうと例えばどういう風な配信を伊藤さんはされていますか？私はもともと主婦だったんですけれども、主婦の場合って旦那さんが働いていてくれるので、うん、本当は私がそんなに働く必要もないんですけれども、私の場合は昔旦那さんがちょっと失業した時期があって、その時に私ちょうど出産直後だったので全く私も働けなかったんですね、うん、すごい苦しい時代があって、その時に私にもうちょっと稼ぐ能力があったらなっていうのをその時に経験したので、主婦でも稼ぐ能力があった方がいいよっていうような配信をしたりとかしています。今のうちからそういうスキルを身につけておいた方がいいですよというような配信であったりとか、これがすごいやっぱ刺さったりとかね。あとですね、営業の部分とかでも例えば今個別相談ですか、それともセミナーで販売されていらっしゃる感じでしょうか？今は個別相談です。セールスね苦手っていう方も今日動画見てくれてる人多いと思うんですけど、伊藤さん高単価のサービスを売るのって結構めちゃめちゃ得意だったりとか、うちの学科来る前も結構制約率的には高かったんですか？制約率的にはそんなに私の中では高くなかったんですけれども、北野先生のところ入ってから LINE の配信とかインスタを見てから個別相談に来てくれる方が増えたので、最初から参加しようっていう気持ちで来てくれる方が多いので、セールスもそんなに本当に説明してるだけみたいな感じすごいですね。個別相談来た時には伊藤さんからお申し込みしようってある程度の状態ができているから、そんなにもゴリゴリのセールスとかクロージングを、そうですね、本当に説明してるだけですね。素晴らしいですよ。これがもう一番理想ですよね。今日動画見てくださった方もね、自分もこうなりたいなって方多いと思うんですけども、もちろん営業のない話し方のテンプレもうちもありますけども、営業の前の教育が9割と、その前段階で LINE の配信とインスタでしっかりと自分を知ってもらった状態で個別相談来てもらわないといけないですよと。今売上も350万、たった50日で制約を上げられて、しかも入学してまだ2ヶ月ギリ経っていない状況で、今のちょっと率直なお気持ちもねお伺いしていきたいんですけども、本当に急に売り上げが上がるようになってしまったので、うん、まだちょっと自分の気持ちが追いついてない状態です。正直なところそんな感じですよね。それこそね、伊藤さんもこれからねどんどんさらに売り上げをねアップされていって、今月ですよね、もう月商200万円の大台に来ているということなので、来月以降も300、400とねより大きくしていただけたらと思うんですが、実際伊藤さんも2ヶ月前弊社の学科入学される時って、うちも決してめっちゃ安いっていう金額ではないので、ご参加される時にね結構勇気って言ったと思うんですけど、そこに関しては抵抗はなかったですか？正直今まで入学したスクールの中では一番高額のスクールだったので、はい、ちょっとどうしようかなって悩んだ部分もあるんですけれども、でも必ずそれ以上の売り上げが上げられるなと思ったので、うん、覚悟を決めて入学しました。覚悟を決めないとね何事もね動かないっていうところがねありますからね。だから今日ね動画見てくださっている方も、今日の伊藤さんのお話を聞いていただいた上で、少しでも何かしたきっかけであったりとか、もちろん参考になってありと思いますし、何か行動するきっかけとかになったらすごい嬉しいと思うんで、伊藤さんの LINE アットの配信も非常にね勉強になると思いますので、概要欄にもね一応リンク貼っておくんですが、こちら今 LINE 登録いただくとね、伊藤さんからプレゼントがもらえるということで、先ほどのインスタにもあった通り、こちらの日本一優しい SN 集客と高単価でもサクッと売れる講座の作り方マニュアルで104分相当の動画講義っていうのがね無料でいただけるということですので、はい、これがちょっと講座どうやって作っていけばいいんだとか、なかなかイメージつかない方もね、ぜひこちらプレゼントもゲットしてみていただいて、伊藤さんね LINE チェックしてみてください。ということで伊藤さん、本日はねお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきた、そのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。